はい、こんにちは、ニャンダル工房です。今回の動画は武を極めし新たな姿、武勢関雲長ニューガンダムの全塗装が完了したので、そのお披露目となります。はい、引きます。こんな感じになりましたね。いやー、豪華です、本当に。うん、ちょっと今回緑の塗り分けですね、あれも元々の缶をですね、あれに使っていたメタリックイエローグリーンと、あとガンダムマーカーのメタリックグリーンで2色を使って塗り分けをしたので、最初失敗したかな、色合いが違うので失敗したかなと思ったんですが、まあいい感じになってるんじゃないかなと思います。そしてブを極める前カウント並べるとこのような感じですね。本当に一気に豪華になりましたね。不細工図三国総決伝全塗装すると一気に見違えます。うん、まあでもちょっと武勢関雲動きにくそうな格好ですけど、でレビューの時はですね、色分け優秀とか言ってたんですけど、確かに優秀なら優秀なんですけれども、細かい塗り分けは相変わらずさすが総決伝って感じで鬼でしたね。特にこの武勢関雲に関しては、そうですね、ゴールドとグリーンの部分ですね、あれの塗り分けは結構大変でしたね。あ、ゴールドに関してはガンダムマーカーのゴールドを筆塗りしています、まあ寄せるとこのような感じですね。これでなんか頭が浮いてる気がしてたけど、本当に浮いてた。こんな感じですね。うん、非常に豪華でかっこいいですね。まあノーマル劉備と比べればこのような感じで、まあノーマル劉備、さすがにノーマルだと豪華さに関しては関雲の方がっていう感じですね。まあでも劉備も龍拳劉備になれば一気にごつくなるので楽しみですね。で今回ですね、鎧のパーツは光沢仕上げで作ってみました。今まで大体全部つや消しで仕上げていたんですが、まあこの武勢関雲が超豪華っていうこともあって、光沢で仕上げてみました。うん、非常にかっこいいですね。それではちょっとこの武勢関雲最大のギミックである武器持たせてみましょう。はい、最大の武器である青龍炎月と至極を持たせてみました。いやー、画角に入らないほどでっかい武器ですね。そして剛性です。
この武器から繰り出される必殺は老眼、老月大炎武。まあ、大猿になった悟空には効きませんでしたけど、アニメでも使われていましたね。ただこの武器はいろいろなところが干渉する上に、まあ持たせるときちょっと手首が抜けやすいですね。結構ギチギチに持たせています。まああとは劉備との連動ギミックで、ここの部分ですね、これを取り外すことによって、総員流撃班の再現ができるようになります。旧関羽だとこの肩鎧の部分ですね、これは今回まあ武聖関羽では武器を使わないときはファンネル部分、武器を使うときは自分のここのここへ装着されるっていう感じですね。ごついな。武を極めただけでここまで姿が変わって、武器もここまで剛性になりますからね。ほんとこの三国総決戦のきっと本当にお手頃価格でこの豪華さですからね。まあ素組みでもそれなりにというか、まあ確かに SE 史上最高峰の色分けですけど、塗ればもうさらに化けます、ね、非常にかっこよいです。ちなみに現在このチャンネルでは、SD 三国総決戦の全キット全塗装に挑戦中です。ご興味のある方、 SD 好きの方、チャンネル登録お願いします。こんな感じですね。回すのにちょっとしとく。あ、今回武器の肉抜き穴は埋めていません。後ろから見ても金色が増えて非常に豪勢ですね。まあ、寄るとこんな感じ。感ごつくなったな。まああと、アップでもあれですね、メタリックの2色そこまで目立ちはしませんね。まあ光の加減もあるんでしょうけど、まあ金色に関しては塗り分けガンダムマーカーのゴールド使いましたが、ブライトゴールドとそんなに差はないように思いますね。まあ多少薄いような気がしますが、今までのリアフォアデスマーカーかな、あれよりはちょっと馴染んでる気がしますね。あれに関してはやっぱ部分塗装とかで威力を発揮しそうですね。逆に全体的に塗るにはガンダムマーカーのゴールドあたりぐらいがちょうどいいのかもしれません。
再び元の状態に戻しました、うん、本当にこの缶は非常に作りごたえのあるキットでした。まああの手とかあとこの後ろのこれですね、ここの部分はあの塗膜剥げの防止でちょっと緩くしたらちょっと重力に負けて何回も刺してたら落ちてくるようになってしまったんですが、それでもまあ一応あんましガチャガチャ動かさなかったら落ちないのでまあいいでしょう。これで残すところはドラゴンズウォッチのメンバーで残すところは猿翁、張飛と龍拳龍尾ですね。 あとハロか、あとそれだけと全塗装すればまずはドラゴンズウォッチの全塗装が完了しますね。そして待ちに待った全塗装のフルアーマー龍拳龍尾の再現ができますね。非常に今から楽しみです。本当楽しみですね。まあそれが見たくて全塗装をやってるっていうのもありますね。まあでもドラゴンズウォッチが済んだら今度はブルーウィングかなで、レッドタイガー、あとは残りのまあ敵側ですね、落葉の銅鐸、呂布、挑戦、あと芝居かな、あそこら辺を塗装してっていう感じになると思いますね。いやーまだまだ全キット全塗装道のりが長いですね。ドラゴンズウォッチが全塗装できた時点でまあようやく3分の1かなっていう感じになると思いますね。全部で確か34キットでしたかね。であとまあ自分はあの大凶小凶ですね、あれ2キット使って2キャラ分再現しますので、35キット全塗装という感じになるんでしょうかね。まあイオン数えてないのであれですけれども、その、まあ、全塗装したやつをここの撮影ブース入るかなに全部並べて三国総決戦全塗装コンプリートとか言ってやりたいですね。ということで今回の動画は某キュバ飯新たな姿武聖艦雲長ニューガンダムの全塗装をやってみたという動画でした。チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。にゃんとの工房でした。